お疲れです、ハディ。お疲れ様です。そして、カイト、カル、お疲れのところありがとう、はい。今日はね、トレーニングマッチの後ということで、みんな疲れてるんやけど、でも一人だけなんか、伸び伸びしてる選手がいるんで、ちょっといろいろ聞いてみたいと思います。今日のテーマ、あの選手、実は〇〇なんです。これもう今日のことちょっと言ってもらおうかな。カイト教えて。いや、もう今。自分とガルは疲れて、よっしゃ今日今から美味しいご飯食おうって話してて、一人だけ早く行こう、このテンションです。わあ、ハディの今日どうしたハディ？今日は久しぶりね、ゲームとカイトもカロも、いいよ、あなたどうした？なんで今日ハッピー？今日ハッピー。じゃあ3ゴールね。じゃあまあまあそんなアディやけど、カルなんかこういうのある？あの選手実は〇〇なんです。ケンジ君とかなんかありそうだけど、ね、ケンジ君ね。おーちょうだい。意外と喋る。例えば書道家とか、俺と市森純君とか一緒に行ってて、でケンジ君も途中から来たんですけど、教えてくれる人がいて、自分と純君とかは長い付き合いなんですけど、ご飯は行ったことないんですけど、ケンジ君はなんか懐に入り込んで、すぐ食事行ったりとか結構多いですね。あ、そう。あ、マグお疲れ。あ、どうぞどうぞ。もう入っちゃって。マグさん。入っちゃって。今日のテーマ、あの選手実は〇〇なんです。あの選手実は、あ、実は知られてないと思うんですけど、俺実は結構明るいっす。ね、みんな知ってる。え？あ、みんな知ってる？みんな知ってるし、松木と同じボケをしてしもてる。きつい。今カットで、なし。木山選手は、意外とかまってちゃんなんです。かまってちゃん。わかるでしょ？ハイテンションではないんですけど、こう、ちょくちょくボケて、注目を集めたがるっていう。はい。それにちゃんと突っ込める人は？僕か三村くんですね。そうなんだよね。結構でも高度なボケしてくるんで、時事問題とか結構調べておかないと、あ、突っ込めないみたいな。ラジオとかでもかけてほしい音楽とか聞くけど、めっちゃ先行くもんね。その後ブレイクするみたいな。なるほどね。例えばあいみょんとか、みんなが知る前にもうリクエスト曲出してくる、ね。それ、キーアンが言ってほしいフレーズなんで言わない方がいいです、それ絶対。あ、褒めて思った。すごいよね、でもね。いや、あの辺すごいなと思って。で、ハディなんかない。ハディ、こう見えて20歳っすよ。本当に見える。いつも言ってるけど。20歳 ?20 歳です。本当？全然見えない。だって同い年でしょ。いや、もう下か。いや、同い年。同い年でしょ。見えないね。見えないでしょ。ベテラン。どれベテラン？あなた。俺？顔がね。アディベテラン。顔見てないね。ほら。マスクしても。あー、うわあ。20歳じゃ見えないでしょこれ。見えないね。もう一回？もう一回。誰も言ってないけどね。誰も言ってないけどね。ラスト？無理。いやかましいよ。何やそれ。これね、今日3点取ったから。そうね。ちょっとテンション高めなんよ。いや、わかる。それまた YouTube でみんな見てるから。確かに。もうマレーシアで今多分もうニュースになってるよ。他なんか出し切ってないのある？マグもう一人ぐらい出そうやな。ユーマとかも、おう、あんな端正な顔してるんじゃないですか。ただのボケ野郎っす。すごい。なんでボケ野郎っていうか、その天然。キーアンと違って、突っ込んでもらうボケじゃないってことだよね。そうなんです。そのボケじゃなくて。そう。なんかある？例えばこんなことあったって。ユーマ君って結構名前間違いますよ、選手。ミッドの選手で、ブラジル人の選手でピットブルっていたんですよ、で、いろいろ混ざっちゃって、あれピットボトル。そうだ、言ってたね。そう、言ってた。すごいね。知れたね、このテーマにふさわしい内容やったね。ですね。ありがとう。またこういうのやってくんで、はい、またいろいろ教えてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。